次、ロープスイングブルー。青いロープスイングかな？プレイナウでやっていきまーす。お、思ったほどブルーではないと。な、え？どうすりゃいいの？これを？おー！なにこれ？すげえ！で、掴んでいくと。はぁ。どうすればいいのこれ。針山。あの中に入れて、腕の力を利用してヒップアタック。いいぞ。真正面を向いて、コツコツコツ。あ、骨盤矯正にいい。そして、次は、これを掴んで、くるりんぱ。完璧。うまい。足が！マジ！おじいちゃん！おじいちゃん、助けて。え？最後のいらなくないか？気持ちよくロープスイングでゴールさせてくれよ。どうして俺に人を殺させるんだい？俺人殺しなんてしたくないのに。次。次。ジェットパックファイト。NPC。Not so easy ってことなんで、ちょっと難しいのかな？とりあえずプレイなのでやっていきまーす。え？ライト、レフト、ジェット。これで戦えと。あっちの武器の方が射程長えぞ。あれか、物干し竿か。武蔵 VS、果たして何が勝利だったんだろうか。2回も勝利してしまいました。ありがとうございます。3回も勝利してしまいました。ありがとうございます。4回目です。次、アメイジングミニゲームス。驚きに満ち溢れてるんでしょうね。私は尊重そこらのことじゃ驚きませんよ。プレイナウでやっていきまーす。よいしょ。お、ソードスロー。右側のウィンを倒せばいいのかな？左側のサンドさん気になるけれど、炎の矢やつ一発クリア。いいぞ、ホールドアップ。わーい、万歳万歳。素晴らしい、ピンポイントショットだったね。ゆっくりしていってね。ボールスロー。なんか、押しとかいろいろあるけれど、ノー、ウィン、オーです。手前以外だったら大丈夫なのかな？奥の方行きます。押しノー！何がノーなの？叫び声。やめて。怖いからやめて、無意味なこと。プラス 5！ やったー！プラス5も増えたよ。ウィン、よいしょ。やったぜ。うますぎる。サクサクプレイすぎる。ありがとうございます。下へ参ります。なんか降ってきた、なんか降ってきた。痛い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 ってば。やめてよして触らないで赤がつくでしょ。何？ジェットフォール系？あー危ない！まずい！大丈夫。まだ生きてる。まだ生きてるぞ。ゆっくりしていってね。よいしょ。隙間を縫うように、針の穴に糸を通すように。いいぞ。穴に入れるように。いいね。フリーフォール。あー、これ系ね。これ系、肩こり腰痛に効くからすごいいいんですけれど、かぼちゃとかあるね。なんだろう。リコピン？それで、なんか、健康効果を高めるみたいな、そういうことですか？ありがとうございます。私の健康を気遣ってくれてるんですね。もう腕ないですけれど。星！痛い！ツボに効く！レベル5、スパイクフォール。これ真ん中らへん、行かないとまずい。真ん中らへん行って、真ん中らへん、真ん中で、やったぜ。デスボール。すげえ長いんだけど、体が持たねえよ。え？プレススペーストゥアクティブ。やったぜ。わーい、最後に無双系だ。なんで最後に無双系を入れたがるのこれ。あ、やばい。あ、首が取れちゃう、動けねえわな。よし、ここまで無傷できました。ありがとうございます。完璧ですね。今度こそ大丈夫なはず。いきまーす。よいしょー。あー、効く、いいねー。ストレス発散にいい。さあ次は、お、車を破壊する？高いものを壊すとストレス発散になるよね。ひゃっはー！いいぞー。さあ次は何が来るんだい？プレス Z。離れるので君とお別れだ。お疲れ様。やばい、ケツで、ケツが。いいぞ、ホールドアップ。ホールドアップできてない！すごい体勢で乗ってる。何これ。プレススペースアクティブ。アクティブじゃねえんだけど全然。どうやってこいでんのそれ。腕でこいでんの。ケツでこいでんの。ケツ筋でこいでんのかな。ケツだけせんに全然進めねえんだけど。おーい。動いてくれ、頼むから。ちょっと待って、もう一度。あ、来た来た来た。やった、ケツだけ成人。ブリブリー、ブリブリー、ブリブリー。なんつー体勢でクリアしてるんですかね。これもまた奇跡。ありがとうございます。次。インポッシブルジャンプ。不可能を可能にする男。プレナウでやっていきまーす。え？どういうこと？え、くっそむずくねえか？ふっ！これどうすりゃいいんだろう？あ、わかった。ジャンプすりゃいいんだ、ここで。ここでジャンプ。ほっ！右上の人は何をされてるの？拷問なの？これどうすりゃいいんだ？ほっ。で、よいしょ。腹筋の力をなんとか使って。
ケツを浮かせて、ケツを浮かせて、ケツを浮かせて。楽しそうだな、お前。俺も混ぜてくれよ。楽しそうじゃないか、ケツいじられて。だってケツがいいの、ここがいいのか、お前。ケツをいじくられるのが好きなのか。いいぞ、もっといじくってやるぞ、ほれほれ。これなんとかして、抜いて、あー、頭刺さっちゃったか。頭に刺さらないようにすればいいんだよな。別にケツがいかれようと、生き残ればいいんだしね。よし。よし、やったぜ。最後に首はもげてしまいましたけど、勝利したので何の問題もありません。ありがとうございます。次、インポス、ハープーンドッジ。ハープーン、槍がたくさん降ってくるんですかね。プレイナウでやってきます。あ、ポッピン。考える隙も与えてくれないのね。わかりました、すぐジャンプしろと。よいしょ、で抜ける。神回避、なんだ今の神回避は。え、これでゴール。でも2個取らなきゃいけないみたいだね、コインは。じゃこれ一応取って、で、サバイバルゼ、get ready for the second wave。 第2波が来てしまいました。え、これどうすりゃいいの。ジャンプして避けられる、それとも後ろにバックすんのかな。よいしょ、これでどう。これでもうケツでやったぜ。ケツ戦法効く、いいね。ケツを縦にすればどんなものでも防げるね。細いものだったら入っちゃうし。よし、で、ちょっと後ろが行けねえんだけど。お、後ろ行くとむずいぞこれ。よいしょ、後ろ行けねえ。これで行くか、これで。よいしょよいしょよいしょ。いいね、新しい戦法、いいじゃない。背中の筋肉を使って、背中の筋肉っていうのはね、体の中でもかなり強靭な筋肉なんで、これを利用することによって後ろへ行く。完璧、クルリンパ。そして下へ戻ると。やった、メディタライブ、やったー、コインだー。もう来ないよね、大丈夫だよね。よいしょよいしょ。おじいちゃん、おじいちゃん頑張って。よし、やったぜ。ありがとうございます。次、オフザウォール。今度はホッピングキャラかな。プレイナウでやっていきます。はっ、空飛んでる俺。そういうこと？右側に行かなきゃ、こういうことになっちゃいます。また結構初見殺しが多いね。ほっ、で、壁、お、すげえ俺。三角飛びしちゃった。いやー、素晴らしいですね、三角飛びも。なるほどね、壁がなくてもジャンプはできるんですね。ありがとうございます。次、ペーパーワールド。紙の世界かな？プリナウドやってきまーす。わーお！ペーパーワールド。スクールマイティーチャー、スクールアゲイン。これ、何気にむずくねえか？これ当たり判定ある？あるね。めっちゃ、鋭利な鉛筆。いいじゃない。一気に駆け抜けたらいけない？うわ、怖い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 。で、プッシュミー、何よ、これ押せばいいの。押しまーす。押しましたよ。なんか出ましたね。出ている。え、これ登れるようになってるとか。あ、なるほどね。怖い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 。で、先進みます。あー、ゴミくずはゴミ箱へ。で、え、あ、これいける、怖い。足がすっごい、靴脱いだだけかな、大丈夫かな。あ、鉛筆削り的なやつ、今削ってたって感じか。ゆっくりしていってね、靴が、置いてかないでって来たんだけど。いや、お前らはここに残れ。俺だけは生き残る。大丈夫、後で迎えに来るから。いいぞ。あー、鉛筆、これエレベーター式かな？登れるの？うわ、どういう仕組みなんだろう。文房具の世界って不思議。俺の知ら、何？びっくりマーク。そういうこと！びっくりマークのところに来るのね。ゴミくずはゴミ箱へ。最初は左側に来ると。これが来たらすぐ左へ行って。次真ん中。どっちが安全？ちょっとなるべく端に。怖い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 。さあ次は？来ない？大丈夫？よし、行きまーす。ありがとう、鉛筆くん。君は鉛筆の中でも一番素敵な鉛筆だったよ。よし。で、なんか来そうだな。ゴールだ！やったー！案外、最後の最後でなんか来るかなと思ったけど。いや、優しい世界だったね。文房具の世界。ありがとうございます。次、GLP TV ヘルププフィ。なんでしょうか。プレナウでやっていきまーす。お、かわいい。to get his cookie。 クッキーを手に入れろと。プレススペース to let it swim。 はあ、あ、泳いでる、かわいい。なんだこれ、鍵があるね、右上に矢印のところ。あれを取ればいいので、宝箱を開けるのかな。泳ぐの難しいね、何気に。よいしょっと、取った。で、これで開けて、開いた。左上がなんか開いた。で、ボタンを押すと、よいしょ、すげえ。てか、なんか絵のクオリティがすげえんだけど、これ。で、これクッキーを取ると、やった、餌だよ、わーい、美味しそう。やったぜ。すげえ簡単だったけど、なんだろうね、これ、アニメのキャラクターなのかな。かわいい。次、